全国に1台しかない特殊な消防車レッドサラマンダーが被災地に派遣されました。九州北部の豪雨災害で救助活動に当たっているのは全地形対応消防車両のレッドサラマンダーです。この車両は瓦礫の上や深さ 1.2 メートルの水の中でも走行できる特殊な車両で、一般車両が進めない場所に入ることが期待されています。レッドサラマンダーは2013年に全国で1台だけ愛知県岡崎市に配備されていて、今回が初の本格的な活動となります。